皆さんこんばんは。金曜日の8時30分です。いかがお過ごしでしょうか。金曜日だ乾杯の30分間の放送となります。今週金曜日8時30分からは金曜日8時30分から週替わりの楽しいパーソナリティによるゆるく楽しい番組を提供しています。番組の感想エピソード等お待ちしておりますので、 FM 那覇のメールアドレスかツイキャス見てコメントください。この番組は那覇市松川にあるファスティングダイエットジムスタイリッシュと、浦添市前田にある渡嘉敷接骨院の提供でお送りします。さあ始まりました。金曜日だ乾杯です。今回で3回目ですかね。そうですね、3回目ですね、うん、はい。じゃあ僕がね、今回のメイン初めてのねメインパーソナリティということで、少しやっぱ舌が回らないかな。舌大丈夫、回ってるよ。大丈夫。今日もう先に一発目で驚いた出来事を言うんですけど、先ほど仕事の依頼が来まして、おめでとうございます。はい、でもAV の会社からかかってきまして。待って AV? はい、アダルトなんちゃらのやつ、はい、非通知でかかってきたのよ。おかしい。 AV の、 女優さんをデビューしたいさせたいからトレーニングさせてください。はあ、いやそれまではいいんですよね。あ、じゃあ分かりましたって。モデルさんとかもねトレーニングしたことあるんで、うん、いいですよっつってね。でも向こうが言うにはね、その子はスタイルはいいんでね、なんでかと、そのデビューさせるにあたって男性経験を積みたいみたいなこと言うんですよ。いや、ってことは僕はトレーニング以外の仕事をなんか変そういうことするんですかって。そこですよとか。デビューする？小木さんも。いやついに。いや僕は、ね、妻もいるし47歳で、そこ言う。いや僕はトレーナーが仕事なんで、それ以外のことは多分違うと思うんですけど、いやそこお願いできないですかねとか言って、いやちょっとね、すごいな。ラジオこの収録前にかかってきたんで、うん、まあ、最初はね別にお仕事の仕事でね、うん、別に AV 女優がだろうがモデルさんだろうがと思ったんですけど、まあ、肉体関係まだねやって、その色気を出してくれるみたいな。わあ、ぜひそれをこの前ちょっとお友達になった金正さんっていう素敵な男性の方にその役を。いや、そう、複雑ですよ。僕トレーナーなんで。夜のトレーナーも始めますか。そっちのファスティングいけますか。ファスティングで。さあ、今日ゲストさんもね招いてますので、はい、うん、小木さんぜひ紹介とみんなのメンバー紹介をお願いします。はい、僕のね今回メンス、パーソナリティの小木こと小木の徹です。皆さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。僕の時はねダイエットとか、健康話とかしますんでね、よろしくお願いします。じゃあ次おまなさんお願いします。はい、笑顔は女の子の最大のお化粧、毎日笑顔、おまなです。今日はですね、第2回目のミキサーを行ってますので、音楽のチョイスは私で行いますので、うん、よろしくお願いします。大木さんとマックジーの話は紹介は大丈夫ですか。いや、今日ね、おゆき、あとメンバー2人がですね、おゆきとマクジンがおりまして、おゆきはちょっと仕事の関係でお休み中なんですけれども、沖縄で婚活サロンを経営している、おゆきと、あとメンバーでマック夫人ですね、基地の中にお住まいのマック夫人の計4名で通常番組運営しておりますので、また改めてご紹介できればなと思いますので、お願いします。はい、お返しします。ありがとうございます。で本日はね、素敵なゲストをねお呼びしています。沖縄市揚田で睡眠整体 の、 サロンを経営している山崎真理子さんです。じゃあ山崎さんお願いします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは、こんばんはですね。夜の8時半。そうですよね、緊張しますね。ちょっと時間帯がすいません、緊張しちゃって。なんか明るいからね。
とですね、私は沖縄市揚げ田の方で、大人の睡眠サロン、大人の子供だから、はい、子供ではなくて、はい、大人の睡眠サロン、さっきのね大人の睡眠サロンって大人のパーソナルトレーナーとかね、なんか夜のパーソナルトレーナーとか、ほんならさ大人の建築士です私やっぱ卑猥になってきました夜だから金曜日ですしね、そう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 、あ、すいません、そうそう、大人の睡眠、はい、睡眠サロン体楽だというサロンを経営させていただいてるんですけども、うん、まあ、ちょっと真面目な話になっちゃうんですけど、まあ、コンセプトとしては、健康を3つに分けて、健康な人ほどやっている3つのトライアングルっていうのをコンセプトにさせていただいてるんですけども、まあ、まずは、運動、運動、はい、あの有酸素運動ですね、特に筋トレというよりかは有酸素運動、しっかりこの体の中から温めて、まあ、脳にしっかり酸素を送らせていくっていう有酸素運動と、あと栄養ですね、はい、栄養と、あと睡眠、睡眠、まあそうですね、はい、睡眠はそう大事ですよね、はい、でその最後の睡眠をちょっと特化したサロンをさせていただいてるんですけども、まあ、大体睡眠サロンって言ったら皆さんサロンで寝るんだろうなみたいなイメージあると思うんですけども、ありますね、そうですね、ヘッドスパだろうなとか、なんかそういう多分イメージかなと思うんですけど、私のところは私のサロンで寝ていただくのが、メインではなくって、はい、お家でしっかり寝ていただくっていうのがメインになってます。それこそがちゃんとしたやっぱり睡眠になるので、はい、でまあ、どうやってやっていくのっていうところが多分気になると思うんですけども、はい、まあ、そこで有酸素運動、健康の一つの有酸素運動を、私のサロンで行っていただくんですけども、この前小木さんにもちょっと体験していただいたんですけど、はいはい、ゲルマドームっていうと一人サウナ、あ、なんかドーム型の、はい、ドーム型の、あ、なんか見ましたねお写真で、はい、あのドームに、まあ、大体人によってちょっと濃さ出ちゃうんですけど、30分から60分入っていただいて、はい、普段かかない汗をもう滝汗かいていただいて、かく人で 1.7kg、 1.7kg、 はい、暑かったですよ、すっごい、あ、そう、そうなんですよ、そんなにかくんですか人によってなので、一番、はい、私のサロンの中で一番多かったの 1.8 が最高、は1日で、はい、水見せてくれましたもん水このビニールのこの水、これだけ出ました、そんなに溜まるんですね、はい、すごい溜まりますよね、はい、やっぱりいろいろ水か汗を見せてくれますね、はい、汗の色とかね、はい、色、人によってやっぱり汗の色も変わってくるので、まあ、そういったのをどんどんこう自分で体質変わっていくのを感じながら、はあ、はいですね、でしっかり汗かいていただいて、体の温度を一回ボンと上げていただきます。で夜寝るときに、あの人ってこの脳みそが寝るよっていうので温度下げるんですよ、脳みそが、体の温度を、はい、でその時の高低差、あったかい時とこの温度下げるよって言って下がった時のこの高低差があることによって睡眠の質ってめっちゃドーンって上がるんですよ、うん、へー、はい、なので運動ってすごくいいので、はいはい、まあ、できない方とかはあの半身浴とかでもいいので、体を温めていただくっていうのをおすすめしてます。そうなんですね、はい、まあ、こういった感じのサロンをやらせていただいてますので、はい、よかったらぜひ、はい、ご利用ください。整形とかもこう体をほぐすような、そうです ね、 ですね、はい、睡眠しやすいような、ね、うん、そうですね、はい、じゃあこの後は、睡眠についての質問などみんなでお話ししながら、うん、はい、ちょっとコーナー移っていこうかなと思いますので、はい、そのままどうぞお聞きください。はい、はい、次はあのゲストの、ね、山崎さんへの、質問を、ね、こうみんな集ってて、したいと思いますので、はい、やっていきたいと思います。今ね、一番多分人が気になると
か思うんですけれど、さっきオマナスも言ったけど、深い睡眠を取るにはどうした方が良いか、いろんな方法があるんですけどね、一番まあ今の続きみたいな感じなんですけど、教えてほしいんですけど。そうですね、深い睡眠取るのはちょっと脳科学の話になってしまうんですけども、人が起きてから11時間後がだいたい一番元気な時になるので、その時間帯に、まあ、運動だったり、さっき言った有酸素運動だったり、あとは半身浴だったり、とにかく体を温めていただくっていう行為をその時にしていただくと、11時間後なので計算が必要なんですよ、ね、6時に起きると6時に起きると11時間後だから 5時、はい、5時ぐらいが、はい、ベストですね。ベストです、はい、その時間帯ぐらいにまたこう体温の流れが変わってくるので、その時が一番人間は元気がいい時なので、はい、その時に動いてあげる、一番深部体温が高まってる時間ですか。そうなんですよ、はい、起きてから11時間後、はい、ですね、まあ、もしくは寝る前の4時間前、寝る前の4時間前、寝る前の4時間っていうことは、はい、もう12時に寝る人だったらもう今の時間8時過ぎぐらいからはもう、ちょっと体温めてもらって、体を温める、はい、お風呂とかってことですか。お風呂ですね、うん、もちろんお風呂を熱めで入るんですけど、その後やっぱり私はお酒飲んじゃうんですよ。そこで多分急激に体冷えるかなと思うんですけど、それ一回下げちゃったら、下げちゃったらもう寝ちゃった方がいいですねもうその方がいいです。お酒やめるしか、あったかいお酒はダメ、あったかいビールは嫌だな。あ、ビールですかいや、でも厚め、さっきのお風呂、お風呂はぬるめの方がいいですよね。そうですね、自律神経の関係でね。そうなんですか。暑いとね、興奮しちゃいます。多分私常に興奮してるのあら、やだそうなんですね。何度ぐらい、37とかぬるめ、39とかですよね。そうですね、体温に近いぐらいがベスト、じゃあ37度ぐらいだ。うんうん、そうですね、ぬるめよりちょっとちょっと暑いかなぐらい。そうなんだ。これは15分ぐらいね、使うとゆっくり、そうするだけでリラックスします、はい、新しい発見。そうなんですよ。そうなんですね、はい、全部ダメじゃん私ぜひビールはどうですか、ね、お酒は。ビールは先ほどね、お酒と、まあ、ビールと言わずお酒、ね、多分この、まあ、飲みながら聞いてるリスナーさんもいらっしゃるんですけど、うんうん、そうですね、まあ、お酒はでもそんなにやっぱりおすすめしないのが、やっぱりこのマイクオフにしようかなお酒は進め飲んじゃダメらしい飲んじゃダメではないんですけど、まあ、たしなむ程度ですかね、うん、一杯とか、うん、まあ、半分ぐらいがいいかなと思います。多分この酔うまでってちょっとリラックスするぐらいまでが逆にそのさっきリラックスするから深く眠れるかもしれないですね、うんうん、そうですね、うん、そうだね、私の場合多分気絶に近いもんねあれなんですよ、あの気絶する寝方も良くないですよ普通って聞きますね。そう聞くんですよ。ちょっとね、お酒は控えたいな、うん、今度お酒控える専門の方も探してみようかなある種僕専門の部分ですね。あ、そっか、身近におった。講習材っていうのはありますかね厳しそう厳しそう、オギーさんと一緒にトレーニングしたら大丈夫です、 AV には誘わないですAV のトレーニング、そんなトレーニング受けたら僕のサロン来なくなっちゃいますよね大丈夫、パンツ買ったからいやいやあそこ行くと AV のトレーニングなんだとか、まあ、でもちょっと色黒だしね、えオギーさんね。あ、そうですか。色黒だしムキムキだしねいや、トレーナーってそうじゃないですかごめんなさいね、トレーナーの皆様がみんな AV 男優とかねAV 男優みたいな、若い頃間違われた時ですよ、もっとガチガチで鍛えてて話が変わっちゃったっ。山崎さんのせっかく素敵な話が毎回ちょいちょい AV で全部もみ消されるっていうこの夜の話題で、あとね、もう一つの質問ですけど、まあ、この睡眠整体っていうのをね、通った後は続けた方がいいですか。そう、山田男子さんのね、一回行って終わりっていう、なんかやっぱりある程度体質改善って言ってたじゃないですか、うん、そうですね、なんか私の場合は体質改善というよりか脳質、うん、あ、はい、を改善していただく、脳の質で、脳質、はい、を変えていただくのがベースとして、その後にまあ体質で、まあ、食事とかっていう風に順番をこうご案内していく感じになりますね。脳質は初めて聞きましたね。はい、脳質か、はいはい、そうですね、睡眠の質で、まあ、質を変えていくんですけども、やっぱり
そうですね、そこからがベースかなっていうのがありますね。そういうのでやっぱり食欲を抑制することができたりとか、睡眠の質が深まることで、はい、でそれがダイエットにつなげきれたりっていう風になるので、最初からこの食事改善っていうのはあまり進めてないですね。順番っていうか段階があるんですね。そうです、私の中で、はい、コンセプトが段階があって、はい、っていう感じになりますね。脳質を変えるってことは、じゃあ、まあ、専門用語なんですけど、はい、セロトニンとかメラトニンをしっかり朝出していることなんですね。そうですね、はい、セラトニンとメラドルセロトニン、セロトニンと食欲抑制っても言ってたのは、セロトニンって朝起きると簡単に言うとセロトニンって物質を出すと、はい、夜にメラトニンって睡眠物質が出るんですよ。14時間ぐらい経つ。なんかさっきのなんか山崎さんの話となんかちょっと似てません？そうです、だから簡単にすごく難しい言葉をつかないで言ってくださってるんですよ、ね、はい、それを出すには 朝日を浴びたり咀嚼したり、そういう決まった時間に起きると、はいはい、しっかりした夜に眠たくなるよっていう話。あ、じゃあやっぱその11時間とか14時間とかやっぱサイクル似てくるんですね。セロトニンだけじゃなくて深部体温だとかこの体内リズムとか3つぐらいの要素があるんですよね。そうですね、なんか深部体温ってこの前なんかオギーさんなんか話してた記憶がありました、はい、なんかね、腸内中の温度でしたっけ。測ると直そうなんです、実際はその脳は測れないんで直腸体温と呼ばれてる、うんうん、深部体温は、まあ、内臓とか頭のこうあれなんです。深部体温この前ちょっと覚えました、うん、ワード。あ、そうなんですね、じゃあまあ、はい、あとこの他のゲストからのね質問なんですけど、睡眠のアロマとかはおすすめなのとかね、うん、はいはい、アロマは、うん、そうですね、私がいつも使うのはプライム、なんか結構すっきりしてますね。はい、そうですね、結構すっきりしたやつなんですけども、でそれが、ユーカリとかハッカとか、はいはいはい、結構目覚めそうな感じじゃないですか。そう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 、でもあれって呼吸器系の方に訴えかけてるので、呼吸を大きくたくさん吸うことによって脳みそにしっかり酸素が行き渡るんですね。確かにさ、はい、結構気管支が苦しい時とかってビックスベボラップ塗ったりするんですけど、あれもハッカっぽい匂いだったりとか、ユーカリ系の匂いですもんね。私ラベンダー炊いて寝てるんですよ。あ、ラベンダーってなんか例えば枕の横に置くといいとか、そういう話を聞いたことがあって、はいはい、ラベンダーをアロマでね炊いて寝るんですけど、はい、ラベンダーとかはどうなんですか。そうですね、ラベンダー自体はリラックスっていう効果はあると思うんですけど、睡眠っていうものに関してはちょっと違うかなと私の中では思うのと、私がすごい面白い、はい、体感できてないんですね。ラベンダーの方で睡眠が取れてる体感ができてないので、そうですね、おすすめはしてないです、おすすめは別に個人、まあまあ、うん、好みがありますからね、好みがあるのでいいんですけど、私の場合はそういった発かとかユーカリの、はい、面白い、ちょっと試してみます。なんか混ぜてもいいのかもしれない、ブレンドしてくれとかもですね、うん、そうですね、うん、ブレンドしてもいいかもしれないです、ね、本当にアロマポット2つ置いてて、枕元にこのお水のやつと、もう1つこのテーブルのところに2つ炊いて寝たりするんですけど、うん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 、でもユーカリやったことなかった、目が覚めるって勝手に思ってました。柑橘系はね、そう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 、イメージはそうですよね。でも確かにそう、ビックスがベボラップが発火系のスーってするやつだと思ったので、うんうんうん、理にかなってるんだなと思いました。酸素を吸うことで脳の深部体温が下がるってことですね。そうですね、はい、すっ鼻から吸って脳の体温を下げると寝やすくなる、うん、面白い、脳科学ですよ。そうなんだ。じゃ結構お酒飲んでるから寝つきがあんまり良くなくて、寝つくまで時間かかっちゃうんですけど、でもまあ少しでもその、うん、眠りやすくするために、まあ、その頭の温度下げるとか、はい、その匂いとかできることは、まあ、リスナーさんもそうですし、やってみてもいいかもしれない。うん、そうですね、いろいろ、まあ、やっぱ人によって違いますから ね、 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 好、 きね、うん、好きな匂いもそうですし、うん、面白い。ユーカリ系とか知らなかった。ユーカリいいですね、僕もねちょっと考えて、やっぱ枕とか、うん、その布団とか、うん、そういうのでもやっぱこだわられた方がいいんです。3分の1布団の上で過ごすっていうじゃないですか、はいはい、人生の布団売る人は。そうですね、私の場合はそんなにこだわってなくて、枕 もう普通のバスタオルでこう横向いた時に、こだわりなんですけど自分の横向いた時に枕と自分の肩が同じぐらい
になるように設定してますね、うん、バスタオルじゃ2枚とかその物によってこう厚み変えて、はい、そうですそうです、うん、でまた合わなくなったなって思ったらちょっと硬さ違うなんかなんて言ったらいいですかマットをこう丸めて、うん、結構こだわってるじゃないですかそうですねこだわらないけどでもそっかそっかバスタオル自分に合ったものを作ってですね、うんうんうん、そうですねだからなんか一概に枕で寝ないといけないっていう概念があると思うんですけど固定概念あると思うんですけど、うんすね、枕じゃなくてもいいんですよね要は、うん、自分に合うものを探していただく、うん、もうそこって本当に自由なので固定概念を一回こう取り払って作ってもらうといいかなと、うん、枕なしはダメなしはそうですね人によりけりなのでそれが楽って方はそっちの方がいいと思いますね、あ、そうなんですね、うん、骨曲がったりとかそういうのはまた違うのかなそうですね、寝て起きてねちゃんと疲れが取れてるから、うん、取れてればいいのでそう睡眠の質ってそうだと思うんですよね、はい、うんそうですねあ疲れが残ってんなとか腰が痛いなとか首が痛いなだと、うん、多分合ってないとか寝る姿勢だとかね、そうですね、うんうん、そういうふうに思いますね、そうですね、はい、じゃあのあとはこう、うん、思ったんですけど、うんまあ、どんなこう睡眠っていうのがねあのいいっていうか先ほど言った、まあ、深い睡眠っていうのはどういう意味なのかなと、ね、そうですね私が、思うのは、うん、まず朝すっきり目が覚めることすっきり、はい、すっきりかいつもなんか眠いなみたいなもうちょい眠いな寝たいなっていうのが多いですねあなのでそここのもう一回寝たいなっていうない状態、うん、よし今日も朝みたいなシャキーンシャキーンみたいなおはようみたいな、うん、それ理想ですけどね、はい、なのででもやっぱり朝がこの最初に起きる朝の段階が結構大事だったりするんですよね、うん、この夜寝るのその睡眠の質を高めるのは朝が結構私はポイントかなって思うので、うん、そこがメインですねぐっすり寝れたっていう、そうですね、はい、一定の時間に起きることだね、そうですね、もうこういうお話してたらね番組終わるまであと4分になりましたね、あ、そうですか、あと2、ま、ね、あと2分ぐらいで1回ちょっと山崎さんの、うんお話をね、はい、こうまとめていき、ね、ま、多分足りないのでまた、うん、お話しそうですね、今どんなお客さんが来てますか？そうですね、今はやっぱ女性の方が多くて、うん、やっぱり寝れないっていう方が多いので、うん、でも入ってもらうとやっぱり皆さん体感するんですよね、うん、すんごい眠れたっていうので、うん、僕もね、うん、なのでそういう方が今リピートしてくださってる感じになります、ね、うん、その方は週どのくらいになりますか？だいたい今週1ぐらいになりますね、うん、僕もねこの前の整体も受けさせてもらってね、あ、はい、でその日もすごくよく寝て、まあ、ドームの方を、おっしゃってましたけど、うんうん、あの山崎さんの声帯もすごく気持ちよくて、あの適度な圧としっかりしたその、まあ、ほぐしというか、うんうん、そういうのも僕はあのやっぱ仕事からねいろんなとこ行かさせてもらってるんで、はい、まあ、ぶっちゃけうまい下手っていうことはね分かるけど自分も整骨院とかで、ね、働いてるんでマッサージ店にして、うんうん、すごくあの上手だなと思って、近くだったらね僕はもう通いたいなって思った。沖縄市でしたっけ？そうなんですよ、沖縄市でちょっと那覇からだと遠いんですよね、はい、いつか那覇の方にね、はい、いつかは頑張ります。お住まいはもう昨日沖縄市の名護ですね。名護ですね前が名護で、そうなんですよ、店舗自体は、そっかそっか、はい、沖縄市で、そっかそっか、ちょうど立地的にいいですもんね、ん、沖縄の真ん中で ね、はい、そうですよね、なんですよ。今店舗はあそこ他のサロンと一緒に、あ、そうですね、はい、ホワイトニング、大体予約制ですか？そうですね、なるべく予約していただいた方がスムーズにご案内できる。ネットとかで調べられるんですかね？インスタで、体ラクダ、あ、インスタで体ラクダ、はい、と調べていただければ、はい、わかりました。インスタで体ラクダですね、はい、インスタで体ラク、はい、そろそろ時間になりました。早いね、早かったですね、早いね、また第2回目やりたいですね、30分短いですもんね、でも、うんうん、ちょうどいいんですけどね、ちょうどいいね、こういう話聞いちゃうとね、全部喋るぐらいがいいと思います、ね、そう、まあ、最初から AV の話から始まってね濃かったですね。濃かったですね、朝からこの番組濃いんです。撮影が10時なのに AV 撮影の話、僕が AV 出るのかみたいなまあ冗談ですけど、この番組は那覇市松川にあるファスティングダイエットジムスタイリッシュと浦添市前田の渡嘉敷接骨院の提供でお送りしました。
番組の感想エピソードは FM 那覇のメールアドレス、bangumi@fmnaha.jp です。ラジオは FM 那覇、78MHz、 インターネットはリスニングラジオのアプリ、もしくはそのリアルタイム配信は FM 那覇の YouTube チャンネルからもお聞きいただけます。はい、来週のメインパーソナリティの方はおゆきになると思います。ね、はい。はい、じゃあ今夜はあのゲストは山崎まりこさんでした。ありがとうございます。それではどうもありがとうございました。ジョーヒーさん最後、それでは。それでは乾杯。グラスを持って、はい、それでは乾杯。それではまた来週。はい、また来週。